駅前の話しかしてないの。駅前の話しかしてないの。あの何、青木里奈さんは歌が歌いようになったでしょ。そうですよ。ごめんなさいごめんなさいって言ったけど、それ歌詞。違う歌詞じゃないです。いや俺あのなんやテントの中で行けたけど、ごめんなさい、もうごめんなさい、嫌だ、もうごめんなさいって言ったの。そういう歌、ガタヤローがマイク、そういう歌、いやがマイク壊したんですよ。ガタヤロー、お前弁償するよ。びっくりしちゃって、マイクそこに転がっていたですもんね、マイクが。あ、そうだよ。ただあのサウンドスピリッツさんにあのお金を払わないと。いや、それはやっぱね、一番 PA さん誇るところ。三好さんです。PA さん、だって周りとか三好さんって誰？三好さんです。三好さんがちょっと腹かいたばい。うん、三好さん腹かいてらっしゃる。おい、ガタヤロー、ちょっと今日三好さん飲み連れてってやるよ。行く。おい、ハイボールも3杯も飲ませば腹も鳴らす。よかった。あ、よかったです。よかった。許してくれてますとよか。さあ、ということで、あの言い残したことは三好さんに謝るということだけということでですね。はい、三好さんに見てもらえますわ。三好さんに謝るわ。気をつけて、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。すいません。この通り念じて。ということで、最後の曲いきたいと思います。ガタちゃんとダンスを踊って皆さんとお別れしたいなと思いますけど。俺、ガタゴルの曲なんか知らんわ。知ってますよ。何度も聴いてるじゃん。この曲をスタートしていただいてお願いします。聴いてください、ガタちゃん。なんかそうやってやろ。はい、ゆるキャラっぽいね。さあ、ゆるキャラっぽいやつですからね。皆さん一緒にご存知の方踊ってください。手拍子もお願いいたしますね。チクチク。はい。チクチク、チクチク。歌詞がわからない。